定刻となりましたので、ただいまから7月月例視聴記者会見を始めさせていただきます。手話通訳は鎌倉望み青山紀子が担当いたします。それでは品川市長お願いいたします。おはようございます。ご参集賜りまして誠にありがとうございます。お配りしております資料の順に従ってご説明をさせていただきたいと思います。まずベビーファースト運動でございますが、への参画でございますが、当時におきましては今お配りいたしましたようにですね、パパママ応援手帳というようなことで、これは平成29年11月に策定いたしましたが、その後改定をいたしまして、4月にも、この最新版が出たところでございますが、なかなかこの育休を取るということについても、市民の皆様あるいは市の職員全体での理解が得ることが大事でございますが、どういうふうにしてそれがいわば普通の新しい生活様式でもないんですが、なればいいかなと思っておる次第でございますが、時あたかも、日本青年会議所様が温度をとって、かつ県下においては福島県が6月13日それからいわき市さんが6月30日にベビーファースト宣言をされました。で、私どももですね、今日の記者会見の日に合わせましてですね、本日ベビーファースト運動への参画宣言を申し上げる次第でございます。具体的にどのようなことをしていくかということでございますが、2ページ資料をお配りしました2ページにですね、具体的なベビーファースト、これは市の職員に限らず全体の皆様のベビーファースト運動に対して高齢者市がどのように対応させていただくかということの表でございます。なお私どもといたしましては、これは子ども部が中心にですね、このベビーファースト運動の具体的なプログラムを進めるわけですが、高齢者市役所としましてはですね、各部もですね、このベビーファースト運動にどのように貢献できるかということで、市役所を挙げてですね、取り組むこととしております。例えば建設交通部ですと、ベビーカー歩行通路整備とか、あるいは都市整備部の所管でいきますと、子ども安心公園とか公園整備ですね。農林部ですと乳幼児食開発とか、教育委員会ですと15歳までのですね、切れ目のないカリキュラムを作るとか、市民部ですと政府コミュニティの観点から、事故と怪我のない町、をさらに、ベビーも含めた、全世代の事故と怪我のないコミュニティを作っていこうと、それから公民館もですね、どちらかというと大人の公民館でしたが、これからは子どもも一緒に楽しめる世代を超えた公民館に、まさに公民館の公は公じゃなくて交通の公ですね、世代を超えて市民が交わり合うということなどが考えられまして、それぞれの部においてベビーファースト運動にかなったどのような政策を進めていくか、市各部局においてこのプロジェクトに取り組むことをしております。なお会見終わらせていただいた後ですね、実際のベビーが来てくれることになっておりますので、その機会にもまた皆様のいろんな取材もいただければと思っております。次に世代を超えて健康管理が大事でございますが、まずはコロナウイルス感染症対策でございます。資料の2をご覧いただければと思いますが、2の1でございます。残念ながらですね、急上昇でございまして、もう皆様も報道機関にも積極的に報道いただいて注意喚起をいただいているところでございますが、去年もですね、7、8月と急激に増えましたが、今年はですね、それを上回るスピードでですね、罹患された方がおります。
資料 2-1 ページにございますように、令和2年からずっとグラフ作っておりますが、昨年の7月9月は7月8月とで880人で、今年の6月7日で7月だけで1697人ということでですね、すでにですね1ヶ月経たずに昨年の7月8月分の倍の方が罹患されているという状況にございます。したがってこの去年こうだったからということではなくて、去年以上にですね罹患対策にお一人お一人ご注意いただくということが必要になっている状況でございます。その次の 2-2 それからずっとグラフが並んでおりますが、特に 2-3 ページですね、7月以降急上昇しております。全国的にもそうでありますが、福島県そして郡山市も1000人あたりですと同じ県下と同じよう、県下全福島県も同じような勾配で増えております。でそれをずっと曜日別にですね、日別にずっと追ったものが 2-4 のページでございまして、そして、学校が休みになりましたけれどもですね、日々見ておりますと、やはり小中学生児童生徒ですね、罹患者がやみません。でもうこれを罹患させない、そしてしないということのほかに、ワクチン接種が大事なわけでございますが、 2-7 ページを開いていただきますと、やはりワクチン接種とは非常に効果が出ております。未接種の方、1回目接種の方、2回目接種の方、3回目接種の方見ますとですね、トータルとして、高齢者から若い人まで全部含めてですが、3回目接種していただきましたが、残念ながら罹患されたということは、陽性の出た方のうちの3回目接種の方 0.1% 未満でございますので、やはりワクチン接種の力はですね、やはり大きいなということが伺われるわけでございます。でその次のページ 2-8 ページでございますが、世代別に見ましてもですね、やはり高齢者ほどですね、陽性者の割合、ワクチン接種高齢者ほどですね、罹患率が低い、それは接種された方多いという表れでもございますけれども、このようにやはりワクチン接種はいろいろご懸念もあろうかと思いますが、医師と十分に相談された上でですね、ワクチン接種していただくことが結果としてですね、このように罹患の可能性を低めているなということでございます。ワクチン接種してもなってるじゃないかではなくて、ワクチン接種しても罹患される場合ありますから、ワクチン接種しなくていいんじゃなくて、ワクチン接種してもですね、注意深く、もう私はワクチン接種したから大丈夫じゃなくてですね、可能性はあるということで、生活をいただければと存ずる次第でございます。で今後ですが、次の 3-1 をご覧いただければと思いますが、7月20日開催の厚生労働省厚生科学審議会におきまして、医療従事者の方、高齢者施設従事者の方につきましてですね、4回目の接種を始めると、優先して始めるということが方針が示されました。でこの医療従事者の方、高齢者施設従事者の方につきましては、申請を受付も発送すること、接種券発行することをしておりますけれども、接種日までに接種券が届かない場合には、接種券なしでも接種可能でございますので、ぜひこの4回目の接種の機会をご利用いただければと存じます。でその年代別の過去の接種状況をですね、改めて申し上げますと、資料3-2ページでございますが、5歳児から11歳児小児ですと、1回目接種の方が 33%、 2回目接種
が 29.3% ということで、年齢が上がるほど増えておりますけれども、5歳児、11歳児の方もですね、接種いただいておりますので、ぜひ十分に医師と相談の上ご利用いただければと存じます。で、4回目接種の状況でございますが、資料の 3-3 にございますように、この60歳以上の方、18歳、59歳の方の接種状況でございまして、このように4回目も接種をどんどん進めておりますので、ぜひご利用いただければと思う次第でございます。その次の話題に移りますが、いよいよ新規職員の採用の時期になりました。で、今各市皆様の報道にもありますように、デジタル系人材のですね、奪い合いといいましょうか、絶対数が少ない上に、どの部門においても民間企業においても、あるいは教職員の方々に、教育分野においても、あるいは我々自治体の分野においても、デジタル人材一人でも多くという状況にありますので、私どもも一般行政区分、それから UIJ ターン区分でですね、ぜひ郡山市のデジタルパワーになっていただきたいということで、採用の区分をデジタル系ということで区分新設いたしました。で、それぞれですね、ぜひ郡山市役所にをデジタルパワーを持って市政遂行の市政の、体制に参画いただきたいなというものでございます。その次に移ります。郡山市と豊田市の連携交流でございます。ご案内ように UIURC インターナショナルアルバン&リージョナルコーペレーションということで、これは名古屋大学さんが中心にですね、進めておられるプロジェクトでございますが、先般この豊田市郡山市のチームが産学間連携で、エッセン氏とそれからグルノーブル氏に伺ってきました。で、今後の活動といたしましては、豊田市さんと郡山市で、それからすでに有効都市になっておりますつくば市さんですね、との連携を強化しまして、 お互いに今後の、市政の遂行にどのように、知恵を働かせていうか知恵の交換をさせていただきたいということでございます。郡山市と豊田市の証言比較をしておりますが、豊田市さんの方が、それぞれ、工業事業者数も倍近くありますし、それから、規模としてもですね、大きくございますが、郡山市の特徴としては、三次産業については、豊田市さんよりも人口が多いと、こんな具合になっておりますけど、いずれにしましても大いに豊田市さんちょっと離れておりますけれども、連携を強化して知恵の交換をしてまいりたいと。場合によってはですね、お互いの企業同士が相互に進出し合うということも望ましい方として取り組んでまいります。で、8月17日に私豊田市に訪問いたしまして、今後の連携交流について対話をスタートさせることとしております。次が郡山市の都市計画マスタープランでございますが、これが見直しの時期に入っておりまして、都市計画審議会で検討に入るわけでございます。で、今までよりですね、この都市計画マスタープランの作る観点をですね、少し、時代に合わせて変えようというものでございます。今亡くなられた安倍総理が俯瞰型外交ということでおっしゃってましたが、これは地方自治においてもですね、必要なことでございまして、そのお言葉を借りましてですね、俯瞰型の郡山市都市計画マスタープランを目指して作ろうというものでございます。すでに、
私ども G17 と言っておりますが、17市町村で高齢は公益圏ということを作っておりますし、それからすでにご覧のようにですね、デジタル化もどんどん進んでいる気候変動という観点、それから高齢は市内1世帯2台近い車をお持ちだということでございます、モータリゼーションの普及等々ですね、こうした予見の変更に合わせまして、俯瞰型の郡山市都市計画マスタープランを作りたいというものでございます。で、今までよりもですね、都市計画を作る観点ですね、今までは中心市街地とそれからその周辺の地域の関係をどうするかとかですね、あるいは市街化調整区域にどのように、都市計画を34条を活用した中でですね、それぞれの適地適活用ということを考えましたが、それ以上に高齢市だけ見るんじゃなくて広域的に俯瞰していこうというものでございます。で、その場合ですね、新たに注目しておりますのがインターチェンジ周辺でございますね。非常に今GAFA の例見られますようにですね、非常に物流が大きく様変わりしてきておりまして、走行業も単に蓄えるというんじゃなくて物流の拠点的な機能を果たしていくということで、今までにない機能が求められております。それから気候変動型ですね、とにかく安全なところに、浸水被害のないところ等を注目していかなければならない。それから 3D のですね、3次元での都市計画を立てると、2次元の地図を見て考えるんじゃなくて、国土地理院さんはすでに3次元地図ということで、情報を提供いただいておりますので、そうしたものをベースにですね、郡山の都市計画が17市町村の都市計画にもプラスになると、あるいは17市町村同士でですね、お互いに、プラスに作用するような都市計画をどう作っていくかという観点で都市計画マスタープランの、見直しを図っていくというものでございます。その次に移りますが、気候変動の中でですね、これはたくさんの江戸時代以来のため池があるわけでございますが、これにつきましては今まで放射性物質のですね、除去ということも含みまして、ため池の整備を浚渫工事に努めてまいりまして、その後今後の対象としましては、ここにございます地図ありますように4つの池について検討をしたわけで、今後の計画を立てたわけでございますが、荒池につきましてはですね、堆積土壌が少なく、土砂が少なく、またかなり線量も下がってきているということで、浚渫工事についても見合わせることにしまして、坂舞台池、五百淵、大久保池と、この3つについて浚渫工事を進めていくというものでございます。以上がですね、ここ最近の観点からのご報告でございますが、新たに長期的に見てですね、皆様にご紹介申し上げておいた方がいいというものが2つございまして、資料配布資料1ということでやっております。すでにですね、中心市街地活性化というような観点から市街地の再開発事業を進められてきております。で、この表にありますように完了済みの再開発事業4地区、地図にありますように4番目5番目6番目7番目の丸の囲んだ数字を占めているところがですね、これまでの再開発事業として財政的にもご支援申し上げたものでございまして、すでに進められた事業は総額この4つの事業だけで足し算しますと約500億、そのうち公的補助を申し上げたのが約100億でございます。まあ、500億かけまして1970長い一番古いのは1975年以来ですねの
約47年間かけて一番あの駅前ですね、この進めてきたわけでございますが、今後はこの3地区ですね、駅前1丁目、丸1、それから丸2、丸3のところを今後の再活事業の、拠点として参るというものでございまして、今すでに、の着手計画が進んでおります。で、今後のですね、この都市化再活といった時に容積率という一つ の, あの厳しい制限がございまして、で、ただその中でもですね、容積率が緩和されるものがございます。それはどういうものかといいますと、敷地内に一定バリア以上の空き地を有する建築物につきましては公開空き地を設けるなど市街地の環境の整備に貢献するものについては容積率の制限を緩和すると。まあ、あの再開発についてですね、東京はあの、リーマンショックの後大開発を進めましたが、地方都市においてもあれほどではないですが再開発について規制緩和がなされておりまして、容積基準容積率の 1.5 倍または基準容積率プラス 200% のいずれか小さい方ではございますが、この公共空き地と合わせて建築をする場合には容積率が緩和の全体としての建築可能性が高まるというものでございます。それから今の都市計画にも関係いたしますけれども、すでにあの全国市長会でですね、あまりにもあの行政計画に義務付けられたものが多すぎんじゃないかということで、あの市長会等からですね、国に意見が出されております。で郡山市もですね、それに基づいて作ったあの計画が今あのお配りしている通りでございまして、現在29本の計画をに基づいて行政を進めております。その29本の計画現物をあのここにテーブルの前に上に置いておりますので、もしご関心おありの方については見ていただければと存ずる次第でございます。以上があの今日の皆様へとご報告事項、今後の課題でございます。どうもご清聴ありがとうございました。それでは質問をお受けしたいと存じます。はじめにただいまの説明項目についてお受けいたしますが、項目1のベビーファースト運動への参画につきましては別途設けますので、これ以外の項目についてお願いをいたします。続いて項目以外についてお受けいたします。お受けする順番は幹事社様からお願いしたいと存じます。それでは朝日新聞様お願いいたします。朝日新聞の斉藤です。おはようございます。まず新型コロナの感染状況ですけども、あの郡山市も連日200人前後の感染者が出て急増していますけども、であの、まあ、夏休み小中学校が夏休みに入っているということもありますけども、改めてあの家庭内での感染対策について何かあの市長さんとして呼びかけるメッセージがあればお聞かせください。はい、まずはですね、去年の夏休みちょっと思い出していただいて、私非常に記憶に残っておりますのが、ドライブに出かけたと、その時に車の中あのエアコンを効率上げるために窓を閉めたままですね、一家団らん車の中で楽しく過ごしていたということで罹患されたという例がありますので、少なくともですね、ドライブに出られる時にカーエアコン換気型にして、なるべく、静かに窓の外の景色も見ながらですね、ドライブしていただければなということでございます。それから帰省されましてですね、あの東京で罹患されて戻られてですね、あの家族に罹患したという例もありますので、
規制をぜひしていただきたいんですが、十分にですね、他の都市で生活されてここに戻られる方はですね、罹患しないでお戻りいただければと存じます。あと保健所から特にコメントあればお願いします。いいですか。はい、はい、それではただいまの説明項目につきまして他社様からお受けいたしたいと存じます。いかがでしょうか。マイクをお持ちいたします。福島テレビの浅野と申します。新型コロナのワクチン4回目の接種の対象者拡大のところでありまして、7月22日開催 その審議会のところで追加決定というふうにあると思うんですけれども、郡山市様 その、このワクチン接種4回目の感染者の対象者の拡大によってどんなことを期待されるかというところと、あとこの現状 の高齢者施設だったり医療従事者でのこの新型コロナの感染の状況とちょっと合わせてお伺いしたいと思います。はい、先ほども申し上げて重なるかもしれませんが、ご趣旨からしますと、ワクチン接種しても どういう注意がいるかというご趣旨かと思いますけれども、おっしゃる通りでございまして、ワクチン接種された方でもですね、状況によっては罹患されますので、これは3回打ったから大丈夫だということは夢々ありませんのでですね、ぜひ、接種の回数にかかわらず注意深く生活いただきたいということでございます。それから医療機関ですね、これについては本当に、注意を怠らずご苦心いただいておりまして、もう医師の数にも限りあります。それから病院の運営上もですね、入院患者を支えながらの一般我々に対する予防接種ということがございますので、十分医療機関の皆様へも思いをいたしていただければなというところでございます。あと保健所所長次長から3時からコメントしてください。そうですね、ワクチンを打つことで医療関係者と高齢者施設の方にが対象に広がったということで、やはり医療関係者の方とかですとコロナにかかっている患者さんがいらっしゃることも多いと思いますので、自身の感染予防になりますし、高齢者施設におきましてもやはりハイリスクの方が多いですので、そうですね、お互いに広めないように実際打っていただけると大変ありがたいかなと思います。以上です。先般どちらかの社さんからですが、このスクリーン越しですね、施設におられる方と話しておられる、ここまで注意深くやんなきゃいけないんだなという視聴者の声も私に耳入ってきておりますので、ぜひいかに注意深く医療機関あるいは療養施設で常に進められているか、皆様方の映像情報あるいは個人による情報を非常に市民の皆さんにですね、注意深くなっていただくきっかけになっておりますので、ぜひそうした報道もお願いできればと思います。はい、その他ございますでしょうか。はい、お持ちいたします。毎日新聞の根本と申します。ワクチンの4回目接種の申請なんですけども、ちょっとローカルな話なんですけど、うちの町内会高齢者の方が多くて、区長さんが全部まとめて持参しようとしたらしいですよ。したら郵送かメールでないとダメだと断られたと言って結構怒ってたんですけど、はい、ダメなんでしょうかね、持参っていうのは。じゃあ、はいはい、ワクチンプロジェクトチーム堀田と申します。
あらゆる方法での申請を受け付けたいというふうに考えてますので、そういった場合はワクチンプロジェクトチームにご一報いただいた上で対応を考えさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。あれ0120だったね、ワクチンプロジェクトチーム、間違ったっけか、電話番号。じゃあ、皆様にワクチンプロジェクトチームですね、いろいろご疑問とかワクチンプロジェクトチームにお電話いただくということで、電話番号、はい、この会議終わるまでいかばってください。924-2222が4つです。よろしくお願いいたします。じゃあそこへ書いて、白番に、白番に電話番号書いてください。大きく大きく、はい、記者さんから見えるよね。なんだ、薄くて見えねえじゃん。それでは他にございますでしょうか。すみません、少々お待ちください。番号は、はい、書きますか。いかがでしょうか。はい、それでは項目以外につきまして質問をお受けしたいと存じます。幹事社の朝日新聞様、いかがでしょうか。それでは他社の皆様、いかがでしょうか。はい、マイクをお持ちいたします。河北新報です。本日、ローカル鉄道の今後の運営についてお尋ねいたします。本日国土交通省の在り方検討会で、赤字路線、ローカル鉄道の赤字路線に公的負担を求めるという、で負担がない場合には場合によっては廃線もあり得るというような、その方向づけ、将来に向けての方向づけが示される見込みになってます。でこれを受けまして、近日中に今度は JR 東日本がそれぞれの路線別の採算状況っていうのを公表します。でそれを踏まえてこれから公的負担の在り方であるとか、あるいはその場合によっては鉄路の廃止などという議論が各地で起きることになるかと思います。で以上踏まえまして、これを郡山市に落とし込んだ場合にはですね、磐越東線であるとか、あるいは水郡線、こういったところが指標上その赤字路線の扱いになる可能性があります。近日中に JR の社長が会見するそうですけれども、ちょっと先走った話で恐縮なんですけれども、郡山市も他人事ではいられない状況っていうのがこれから、鉄道の在り方として出てくるんですけれども、市長としてはこの問題どのように捉えていらっしゃいますでしょうか。はい、通勤通学の非常に重要な役割を果たしていただいております。で水郡線については水戸鉄道を任せていると水戸鉄道管理局水戸支社になりますけれども、十分仙台の支社さん、それから水戸の支社さんと緊密な連携を取ってですね、どのようなことを考えておられるのか、十分に情報を得ましてですね、こちらもですね、いろんなシミュレーションしながら検討対応策を考えてまいります。基本的な考え方として、その、最悪の事態としては鉄路の廃止というのが提示される可能性もあるんですけれども、地元としてはそれは避けたいという。これはそれぞれ沿線の市町村もありますのでですね、皆さんの考えを競合して、で JR 当局に当たる所存でございます。その他いかがでしょうか。はい、お持ちいたします。
島テレビの浅野と申します。すいません、項目のところがため池の防災のところにちょっと戻ってしまうんですけどもよろしいでしょうか。はい、結構です。はい、まずこちら先ほどにもあったと思うんですけれども、この浚渫工事をする中で放射性物質がこう出てくるというところの心配といいます心配のところと、もう一つはこういった浚渫工事っていうのは郡山市様の方では過去にこうやられた経緯があるのか、こう初めてのことなのか久しぶりのことなのかというところでちょっとお伺いしたいんですけれども、よろしいでしょうか。すいません、資料の どれについてでしょうか。資料7の、ため池の防災についてになります。あ、はい、これはずいぶん長い期間かけて、やってきておりますのでですね、これも妥当な判断かと思っておりますけれども、毎日ですね、荒池につきましても、改めて実情を見ながらですね、今後の推移見ながら、また国ともお話をさせていただける所存でございます。市長よろしいでしょうか。はいはい。農林部の泉と申します。ため池放射性物質対策事業、俗にため池除染でございますが、これはすべて、令和2年度までにすべての事業が完了しております。市内629箇所のため池のうち67箇所については、対策を行ったところでございます。以上です。その他ございますか。はい、お持ちします。すみません、 NHK の添田と申します。今週末なんですけれども、30日でガス爆発の事故から2年を迎えます。それに関しての受け止めとですね、今民事の方ですけれども訴訟されていると思うんですが、最新の進捗の状況を教えていただけますか。ガス爆発の件ですか。そうです、はい。これはすでにですね、弁護士法律相談もしておりまして、まだ最終的に経産局さんなりですね、経産省なり の報告は出てないんですが、十分注視しながら誤りなきように期してまいります。2年経つというところでの、このタイミングでの受け止めといいますか、感じられていること、やはり皆さんどうしてこういうことが起こったのかというところの一番知りたいところがまだなかなか知れてないというところもあるので、そういったところでの呼びかけですとか、もし何か所感があれば重ねてお願いします。はい、すでに私どものですね、方針を示しておりまして、関係者においてもですね、積極的に対応していただけるように、改めて、じっと待ってる待つのもあれな待たざるを得ないところありますけれども、検討状況をですね常に打診しながら対処してまいります。ありがとうございます。市長、一点市長よろしいですか。すいません、ただいまの爆発の関係ですけども、最新ということでございますが、前回6月28日に争点整理手続きを実施したということを受けて、その後またその日程を調整している最中であるということは伺っております。以上でございます。その他ございますか。よろしいでしょうか。それでは、記者会見を一旦終了させていただきまして、ベビーファースト運動への参画についてに移ります。はじめに内容の説明をさせていただきまして、報道機関の皆様からのご質問をお受けした後、ベビーファースト宣言写真撮影と進めさせていただきます。それでは品川市長お願いいたします。はい、先ほど資料でもちょっと見ていただきましたけれども、具体的にどうするかということでございますが、これは先ほど申し上げた子ども部を中心しながらですね、市各部局を挙げて、どうしたらベビーファーストの町高齢はなれるか取り組んでまいります。その時に柱になります目標は、安心して産み育てられる町高齢山、そして子どもの生育段階に応じて子育てを支援する、それから若い世代ですね、
これからお子さんを持たれるあるいは育児をしている方の何を考えて目指しておられるか望んでおられるかを十分にお汲み取りして市としての役割を果たしてまいります。私一期目のずっと市長になって資本主義と、子どもを元とする主義を掲げておりまして、これは、カタカナするとベビーファースト宣言も含むものでございますので、市役所を挙げてですね取り組んでまいることといたします。で今日はすでにベビーが来てもらってますので、皆さんにベビーファースト宣言の承認になっていただくということも兼ねましてですね、ちょっとベビーたち、それから親御さんにもここで入場をしていただきたいと思います。お願いします。それでは ちょっと準備がございますので、ちょっとよろしいでしょうか。はい、申し訳ございません。で先ほど後ほどご質問の時間を設けさせていただくというふうに申し上げましたので、ここで記者の皆様からご質問をお受けしたいと存じます。フリーでお願いしたいと思いますので、ご質問ある方は挙手をお願いいたします。します。朝日新聞斉藤です。冒頭市長言及されていたと思いますけど、このベビーファースト運動への参画というのは、福島県内では、郡山市さんは 何番目とかっていうのはあるんでしょうか。県がもうすでに宣言されております。6月13日からいわき市さんが6月30日に宣言されて、今日7月25日に私どもが改めて宣言するということでございます。したがって、このパパママ応援手帳というのは今まで市役所の中の話でしたけども、これも市全体で見ていただいてですね、あるいはちょっと差し出がましいんですが、少なくともグループ17の市町村にもお配りしてですね、一緒に取り組みましょうよということで展開してまいります。あと資料の方にですね、郡山市のアクションプランに基づく具体的な活動というのが列記されてますけども、これはすでに実施中という受け止めでよろしいかと思うんですけども、今後このベビーファースト運動へ参画したことに伴ってですね、新しいこの、子育てしやすいような施策とか何か検討中のものがもしあればお聞かせいただきたいと思います。それじゃあ子ども部長さん。はい、はい、子ども部の相良でございます。今後につきましても、妊産婦乳幼児などを支援する新たな施策については、検討してまいりたいと考えております。現在のところアクションプランに組み入れました事業につきましては既存の事業ということでございます。以上でございます。お配りした資料でですね、すでにどれも通年実施中というものでございます。一番下に何かテレビの新婚さんいらっしゃいじゃないんですが、結婚新生活スタートアップ支援事業とささやかでございますが、住宅条件ですね、住宅取得についてささやかですがご援助したいと、7月からも受付が開始しておりますので